はるかです。豊崎あきです。私たちバーチャルなスミヤです。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。この姿の4人で一緒にゲームをするのは初めてですね。確かに。イエイイエイ。ワクワク。ねえ、なんかちょっと見慣れた感じの光景ではあるんだけど、なんだか少し新鮮な気持ちもして、ね、こんな感じで今日はバーチャルスフィアがゲームにチャレンジしたいと思います。今回私たちがチャレンジするゲームはこちら。ハーっていうゲーム3。イエイ。おー。こちらはお題の一言を声と表情だけで演じて当て合うゲームです。身振り手振りは禁止です。はぁ禁止はぁ私たちも実は何度もやったことがあるゲームなんですけども、前世の記憶によるとかなり得意ジャンルと言っていたような気がすると。嘘だ初耳なんですけど本当だって前世の私たちって声優だもんね。そうだよ、記憶を呼び起こしていこう。うん、そうね。そうそう、役者だったもんね。だから結果的に私たちもすごく得意なことな気がするのよ。うん、うん、そうかもね。いけるいける。そうでしょ。いけるいける。いけるいける。今日はね、見てくれてる皆さんに一緒に考えてもらって当ててもらおうかなと思っているので、ぜひ皆さん一緒に考えてみてください。今回は1枚のお題カードを4人で演じていきます。1人ずつ A から H のどれかのセリフを言っていきますので、皆さんはこれだと思ったアルファベットを当ててください。まあね、これを見ている人たちがもう全問正解できるようにバーチャルスフィア頑張ります。頑張ります。それではやっていきましょう。今回のお題カードこちらです。君のことばかり考えてるんだ。おー、なるほど。いいセリフじゃない。はーい。わーすごい、うん、言われたい。言われてみたいよね、うんうん、いいね。じゃあこの中からねやっていきますんで、じゃあみなちゃんからいきますよ、準備いいですか？笑っちゃってる、うん、ちょっと緊張するわ。だって楽しみ、バーチャルな私としては初めてだからね、はい、そうだよね、うん、確かに。どういうリアクション、どういうリアクションバーチャルの人がこれを言うって不思議すぎないちょっとね、シチュエーションがねもうよくわからなくなってきたけれども、うんうん、じゃあみんなも一緒に考えて当ててくださいね、うん、それではお願いします。はい、バーチャルなことぶきさんが挑戦する君のことばかり考えてるんだはこちらです。君のことばかり考えてるんだ、君のことばかり考えてるんだばかり考えてるんだ。ええあー、うん、あれかな、これ身振り手振りしちゃダメなんだもんね。そう、身振り手振りダメよ、身振り手振りダメよ、うん、これ見てくれてる方みんな分かったかな。そう、バーチャルで伝えないといけないから、うん、こんな感じだと思う。はい、はい、じゃあ続きまして、はい、あやひちゃん、はい、バーチャルなあやひ初のハっていうゲームいきまーす。君のことバー彼考えてるんだ。君のことばー彼考えてるんだ。結構圧が強いね。ああ、でもあれかなと思ったけどね。どっちかな。どっちかな。君のことばー彼考えてるんだ。2回言った。でもすごい爽やかだな。でもあれだとしたらなるほどなって感じ。確かに。続きまして3人目。はるちゃん。はーい、行きまーす。君のことばかり考えてるんだ。君のことばかり考えてるんだ。かわいい。なるほど。わかった。キュンとした。キュンとした。言われたー、言われたーギャップがすごい。ありがとう、うん、どうなってんだろうね、バーチャル。そうね、バーチャルの顔が楽しみですわ、うんうん、どんな顔めっちゃ動いてんのかなありがとうついに。じゃあラスト。はい、ラスト、バーチャルな豊崎さんの出題です。いきます。君のことばっかり考えてるんだ。君のことばっかり考えてるんだ。あら、あら、かわいい。ねえ、あれかな、ふわふわ
してる気がする。どっちだ、こっちかな。あ、でも、うん、秋の性格を考えると、うん、ふわ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 な気がした。君のことふわふわ考えてるんだな。では4人のセリフ皆さん伝わりましたでしょうか。ここからは正解発表に行きたいと思います。イエイ、うん、じゃあ一人ずつ自分でじゃあ答えを発表していきましょう。はい、じゃあ私ことぶきから行きたいと思います。君のことばかり考えているんだということで正解はH でした。イエーイ、わかったわかった、私は取った。いや全然気持ち伝わってこなかった。全然考えてないの伝わってきた。そう、うん、素晴らしい、素晴らしい、すごい素晴らしい、よくぞ、さすがの演技力です。ねえ、イエーイ。そして続きまして、はい、あやひがやったのはですね、 G の詐欺師が言う、うん、君のことばっかり考えてるんだ、うん、だから怖いな、この手を買わないな、にこれ、これうざいな、なんかね、だからこれ買わない、うさんくささがあったね。最後の日に買わせるのね、うん、あったあった、うん、そう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 、うさんくささがあった、上手、うさんくささをちょっと出してみた、よかった、ありがとう、よかった。続きまして、はい、はい、私が言った君のことばかり考えてるんだって言ったセリフは、かわいい、 F 子供が背伸びしてでございました。あ、かわいい、かわいかった、見えた見えたよ、子供が見えた、ありがとう、背伸びしてた、一生懸命やってたね、よし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 、久々にパンドラの箱を呼び覚ましましたわ、うん、どういうこと。どういうこと、生態、ね、パンドラの箱っていう意味分かってる。ちょっとよく分かってない。ニュアンス、うん、はい、そして最後、私豊崎が演じたのは、君のことばっかり考えてるんだ、 E の可愛くでした。やったー、パーフェクト、本当、私間違えた、あれ、甘くだと思った、甘くだと思った、うわーだよねー、蜂蜜が見えた、蜂蜜が見えちゃった、私完全にそっち、一番見えのクマ、黄色いクマっぽかった、黄色いクマの、そう、食べたいんだ食べたいんだっていう最後のところで食べたいんだ、黄色いクマっぽかった、クマクマクマだったよ、クマ、緑のクマ、緑のクマっぽかった、いた、あっちゃー、そう、ちょっと迷ったんだけど、でも可愛かった、マスコットっぽくね、うん、してみました、可愛かった、はい、ありがとうございます。皆さんは、全問正解できたでしょうか、ということでね、今日はハーっていうゲーム3を遊んできました。楽しかったですね、ちょっとね、バーチャルになってもスフィアさんやっぱ得意だよこれ、イエーイ、ありがとう、大好きですよ。ありがとう、ね、またみんなで遊びましょう、うん、ここでお知らせです。8月22日に私たちのバーチャルデビューライブを開催します。イエーイ、やったー、ライブタイトルはスフィアバーチャルライブボリューム1フューチャーストリーミングバーチャルトビアスフィアです。バーチャル飛び出すフィア、飛び出すフィアです。はい、こちらですね、インターネット環境があればどの場所からでも全世界から見ることができますので、うん、ぜひ空間を越えて私たちに会いに来てくれると嬉しいです。 VR デバイスでもスマホでも PC でも自分に合った環境で見ることができますよ。概要欄に詳しいこと書いております。そして私はすごく嬉しかったのが、今ね、みなちゃん本体、はい、本体っていうの、本体、生身のね、はい、本体がイギリスにいるんですよ。ね、います、います。だから一緒のステージでライブってなかなか難しかったわけ、うん、本来なら離れてるとね、うん、そうなんだけど、このバーチャルな私たちは同じ舞台に入って一緒にできるの、ライブを、嬉しい、すごいよ、すごいよね、ミラクル、うん、だからね、もうね、並んで一緒に踊ったり歌ったりね、できるということで、うん、すっごく楽しみにしてます。ちょっとどんな感じかね、うん、皆さんね、ぜひ遊びに来てください、ぜひぜひ、はい、というわけで初めてのバーチャルスフィアでの4人でのゲームでした、うん、よかったなって思う方はぜひいいねボタンやコメント、うん、そしてチャンネル登録もお願いします。これからもバーチャルスフィアの方もよろしくお願いします。それでは以上